ご視聴ありがとうございます。楽しいのブービューチャンネルのブーフミオハラのオーラです。ビーパル9月号買ってきました。開けてみたいと思います。コールマンの防滴ケース、ね、防滴ミニパックですね。これがもう欲しくてっていうか、雑誌もですね、紙面もですね、気になって読んでます。ビーパル元気な田舎、遊びのネタは地方にある、ありありですね。元気な田舎、よし、まずはこれを開けてみたいと思います。振り向けば買ったみたいな、よいしょ。これはあれですよね、防水ってことじゃなくて、ターポリン素材で水濡れに強い、ぐるっと巻いて止めるロールトップ式。なるほど、コールマン。ここでですね、失敗してですね、こっちに傷つけちゃうと、あ、全然水が漏るぜってことになっちゃうんで、気をつけないといけないですね。全然水が漏るぜ。よし。よし。これで大丈夫だと思います。ちょっともう今日出されてる YouTube に動画出されてる方いらっしゃいまして、ちょっと見たんですけど、いいですね。サイズ的にこのぐらい小って感じですね。あ、本当なんか水から守ってくれそう。これは防滴なんで防水じゃないですよね。ちょっと見てみますね。水没などさせると浸水する可能性がありますと、いうことですね。防滴ですね。防滴なんだけど、多分ですね、もう口元が弱いんじゃないですか。口、水が入ってくる可能性があるとしたらここですよね。ここを、多分この中の容量に合わせてキュッキュッとして、これでねじって止めるというふうですね。でねじって止めて使うって、ね、そうするとここの入り口のところも防水性が強化するってことでしょうね。地元以外は多分もう完全防水みたいなもんじゃないですか。この小学館さんとかこのコールマンさんの意図としては防滴だっていうことなんですけれども、こういう時はですね、あの人ちょっと呼んでみたいと思います。お待ちください。また私をニューヨークから呼んだみたいだな、ね、小原さん。今回もジョンさんを呼んで、ジョンさんのスマホを使ってコールマンの防滴ミニバッグをですね、どのくらいの防水性があるのか試してみたいなと思って、ジョンさんにおいでを願いました。ふっふっふっふ、そうか、私のスマホはいつでも無敵だよ。なんつってもスマホの国アメリカから来たからね。私はニューヨークからのスマホ使いだよ。スマホのことなら何でも聞いてくれよ。スマホのためなら何でもしちゃうぜ。特急便で今ニューヨークから飛んできてやったよ、ドラえもん的にね。すごいですね、ジョンさん。ものすごい早いですよ、来てほしいなって思ってから。そりゃそうさ。ほっほっほっほ、私のこのスマホの音を聞け。このスマホの太鼓の音のように私の姿はニューヨークから日本まであっという間なんじゃやろ。ほん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 。いや、それにしても日本は暑いね。暑いから早く仕事をして帰りたいんだけど、ニューヨークに。今回は何だって、ビーパル。ビーパルって言ったら日本のアウトドア雑誌か。私もオクラホマのキターなんか踊っちゃうぐらいアウトドア好きなんだろ。知ってるか。
じゃあ早速なんですけど、ジョンさんのこのスマホをお借りしてですね、どのくらいの防水性があるかっていうのを試してみたいと思います。ちょっとあの場所を作りますんでお待ちください。ではですね、ジョンさんのこの携帯をお借りしてですね、この携帯をこのコールマンのバッグの中に入れて水を張ったボールの中に落としてみたいと思います。どうなるんでしょうか。どれだけの防滴性があるんでしょうか。やってみたいと思います。ほっほっほっほ、これはニューヨークから来た甲斐があったというもんじゃわい。ほえほえほえうせせせせせせせバキュン。ジョンさん、いいですね。本当はもっと餌を考えながらこの動画撮りたかったんだけど、なかなかニューヨークから日本に来ると忙しいからね。頼むよ、やってみてくれよ。俺はスマホのためなら何でもやるから。なんつってもスマホの国の人だから。君たちがお菓子の国の人だからのようにね。なんかインターネットコメディアンの人みたいなギャグになってますけど、これをやってみたいと思います。ホールマンのこの防滴ミニバッグにスマホを入れました。もう水が張ってあるボールの中に突っ込んでみたいと思います。いきますよ、ジョンさん。お、カモン、レッツゴー。じゃあいきます。ブク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 ブブク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 。この口のところさえ濡らさなければ大丈夫かなと思うんですけど、もうちょっとスマホ落としてますね。ふんふんふん、それはそうだろう。私のスマホだから特別カスタム製だからね。すごいですね、ジョンさん、なってますよ。じゃあこれ出してみたいと思います。どうだったんでしょうか。コールマンの防滴ミニバッグ、スマホを入れて水の中に落としても大丈夫だったんでしょうか。ちょっと口のところはちょっとつけないようにしましょう。タオルがないと机の上びしょびしょになっちゃうから、タオル持ってきます。ありました。このタオルで、このタオルでちょっと拭きたいと思います。コールマンの、防滴ミニバッグに入れたスマホはどうだったんでしょうか。もちろんこのスマホは、ジョンさん的には本物のすごい、ちょっと特殊なスマホを使わせていただいてます。私が使っている、スマホをですね、入れて水に濡れて事故に遭うと修理とかめんどくさいと思うから、もうですから、口のところまで水がかかってますね。大丈夫なんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。ジョンさん笑ってますね。ニューヨークから来て疲れも何にも見せずに、私のこの動画に付き合っていただいております。ちょっと嬉しいですね。そういう人が私の知り合いにいるかという思うと。開けてみます。ドゥルルルルルルじゃん。おー、なんとスマホは水に濡れることなく、水気もなく、無事でした。よかったですね、ジョンさん。こうなることは、わしはお見通しだったよ。なんつってもニューヨーカー、スマホの国から来たジョンだからね。じゃあジョンさん、今回もご協力ありがとうございました。ということで、この動画、ちょっとでもよかったって思われた方は、高評価のボタンをクリックお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた皆さん、次の動画、他の動画、またビーパル買った時の付録の動画、あ、そういえばですね、これも買ったんですけど、これまた取りに行きますね。いや、どうですか、ジョンさん。うん、いいよ、わしは出てやろうか。あ、ジョンさん、またニューヨークから来るんですか。いや、それ助かるな。じゃあそうしましょうか。あ、いいよ、これニューヨークじゃあそういうことで、ちょっとこのチャムスのその扇風機の風に当たりながら、お別れしたいと思います。皆さん、いい夏をお過ごしください。じゃあジョンさん、何か一言お願いします。カモン、レッツゴー、チェケのベイベー、ロケンロール。あ、そう、なんかわかりました。
ありがとうございました、ジョンさん。じゃあまたこのチャムスの、紹介の時に来てくださいね、お盆あたりに。いいよ、バイバイ。じゃあ皆さん、いい夏をお過ごしください。バイバイ。感動的だな、この動画。ちょっとこれもう今回ちょっとネタのキレが悪かったような気がするけど、暑いんでしょうがないよ、しょうがないな。暑いんで勘弁してください。またもっと面白い動画作りますね。手もなんか扇風機になってる。すごい風送ってるよ、チャムスに。じゃあ扇風機に風送ってどうだって言うんだ。切りますね、バイバイ。